しい発見、素敵だなと思ったところ教えていただけますか。いや、もともとね素敵な方じゃないですか。まあ見てわかりますね、すごいすごい。カミカミじゃないですか。さっき安倍貞夫ですさえ言えてなかったですよ。言いませんでしたけど。さすが優しいですね。ですね、皆さん、あの安倍さんが甘噛みしてるシーンをいくつか見つけてください。ぜひぜひ。ごまかしてるシーンを。そうなんですね。あるんですよ。はい。あるんですよ。うん、でもあるでしょ、そういうことってね、日常サラリーマンが全員滑舌いいわけじゃないですから。はい、ね、はい、そうですね。銀行員がね、みんな滑舌いいわけ。はい、あのこうしてまたね時間が経ってキャンペーンでお会いできるのもめちゃくちゃ嬉しくて、はい、いつ LINE を交換してくれるかなと思ってドキドキしてます。あれ、上戸さんからそん安倍さん。先ほどちょっとね、あのスギルテイ TV っていうのであったんですよ、収録が。その時にあの見まくりですね、今日。いや、すごい見てるからみんなが。それは見るでしょうよ。なんか岡村さんってね、岡村さんとなるみさんがやってる番組で、はい、岡村さんと結構仲良く行っていて、ね、僕岡村さんと同い年だし、お食事も行ったことあるっておっしゃってたんで、そこでちょっと燃えましたよね。あのちょっとライバル視が出た。本当ですか。はい、本当に本当に行きたいですよね。うん、じゃあ、控え室でまた相談していただいていいですか。ね、こんな素敵なお二人ですけども。